こんにちは、翼ブログの翼です。今回は、シャンクですね。ゴルフでシャンクしてしまうっていう方のための、レッスンをしていきたいと思います。翼ゴルフ始まるよ。でポイントがありまして、シャンクにはですね3つのポイントがあって、まず手が体よりも前に出てしまうシャンクで、もう一つはクラブフェースが開いてしまうシャンクで、もう一つがカット軌道になったためのシャンク、これが3つあります。はい、2つ目のポイントについてお伝えしていきます。2つ目はバックスイングを上げます。でここからフェースが開いてシャンクをしてしまう。バックスイングを上げてフェースを開いてシャンクをしてしまう。はい、上げてフェースが開いてきてシャンクをしてしまう。まあ、フェースシャンクって言いますねこれで、またはここに当たるとネックシャンク、フェースが開きすぎてもフェースシャンクっていうのがあるので、はい、これをちょっと直していけたらなと思っております。で、3つの原因があります。で1つ目は右膝が前に出る。で皆さんやっていただきたいんですけど、練習場でぜひやっていただきたいんですけど、バックスイング上げて右膝をボールにどんどん近づけてって言ってください。手は意識しないでやるとフェースが開いてるのが分かるはず。ここでものすごくフェースが開いてます。通常手が腰の高さに来た時にはこの背骨の前傾角と一緒なのがスクエアですね。バックスイング上げるのも降りてくるのもこれでスクエアなんですけど、バックスイング上げて膝が前に出れば出るほどフェースが開く。これがまず一つ目のフェースシャンクの、原因です。でもう一つがバックスイング上げて左のお尻をスウェー、どんどんスウェースウェーっていう風にしていくと、ちょっと来ていただきます。バックスイングを上げます。でここで、まあ、よく左に乗りなさいとか、振り切りなさいとか、下半身指導だっていうので、左にどんどんこうシフトが入ってくるんです。でシフトが入れば入るほどフェースはこれでも一生開きます。でこれもぜひミスのモーションってやった方がいいです。ミスのモーション、なんでミスが出るのか、例えばこれも左に乗れば乗るほどフェースが開くんですけど、自分では多分分かんないと思うので、とにかく腰をこっち左側にずらしてみてください。でずらしてずらしてストップ、でここでフェースを見てみてください。またフェースが開いてます。これがフェースシャンク2つ目ですね。バックスイング上げて腰を横にスライド、横にこの腰をずらしていく、まあ、左に乗る動きってこういう動きもあるので、こうやってくるとフェースが開いていると。でこれも手が腰の高さでは背骨の前傾角と一緒、これが正しいです。で3つ目、今やっぱりシャロースイングっていうのがやっぱ流行ってますよね皆さん。僕もシャロースイングすごい好きで、シャローに触れてる時ってすごい球が捕まるし楽なんですよ。でただそれをやろうとしすぎて結構シャンクしてる人がいます。でどういうことかっていうと、シャローにしなきゃと思って肘をですね、右肘を体の正面にどん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 こうやって入れてきすぎちゃう。もう一回いきます。上げてフェースを右肘をどん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 シャローにしようと思って、右肘を体の正面にどん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 入れてくるとフェースがこれでも開いてます。はい、で正しいシャローはバックスイング上げてダウンで腰から回って手が腰の高さに来た時に右のこの前腕って言われる箇所とクラブが垂直なのが正しいシャローです。結構やっぱり大げさに、まあ、やりすぎてしまうのか、まあ、ちょっとシャローっていうのがいまいち多分分かってないと思うんですけど、
こういう形を作りすぎてしまうと。でこれもぜひあの、まあ、シャローを意識してシャンクが出てる人とかはぜひやってもらいたいんですけど、ここの時ですね、この時にフェース面見てください。めちゃくちゃ開いてますよね。ここから体回してったらもうボールは右にしか飛ばないです。こんだけ開いてると。なのでバックスイング上げたらダウンはここ右の前腕とクラブが重なるように。でちょっと分かんない人もいると思います。シャローってすごい難しい動きなので、それもちょっと後で、しっかり練習法を説明できたらなと思います。で3つ目の人はシャローにを意識しすぎてシャンク、多分心当たりある人いると思うので、はい、っていう形でまず1つ目ですね、右膝が前に出てしまってシャンクを出てしまう人のナースポイントをやっていきたいと思います。右膝がちょっと打ちますね、ちょっと右膝前出してこういうシャンク打った後に自分の右膝を確認してみてください。右膝が前に出てるシャンクの人は打った後右膝を確認してみてください。上げて右膝がかなり前に出てるはずです、最初の構えより。なのでなるべくベタ足って言われるね、ベタ足のスイングっていう意味で、インパクトバックスイング上げてインパクトまではかかとを上げない、バックスイング上げてインパクトまではかかとを上げない。ベタ足はフェースが返ってきやすいので、ベタ足ってここでフェースがやっぱ返りやすいので、インパクトまではかかとを上げない。ちょっとやってみます。インパクトまでかかとを上げて、ここから上がる。ちょっともうちょっと軽くいきます、はい、上げます、打ちます、上げます、みたいな。打ってからかかとを上げるようにしてみてください。で、それでももしかするとですね、ダメだよ、上がっちゃうよっていう人がいるかもしれないです。で、その場合は自分のもう一個のクラブをこういう形でグリップをですね、このつま先の上に乗せて構えて、こういう練習してみて、はい、そうするとこれもフェースが開きにくい動きが入るので、右膝が前に出ないので、これで1個ちょっと解消できると思います。で、結構私がおすすめしてるのはこのクラブを上げるのじゃなくて、こういうのでもいいです。こういうのをここに乗せておいて、これ使ってないキーのやつなんですけど、これで落ちないようにこうやって打つのもいいと思います、はい、でまずはベタ足で打てるようにしてから膝を動かすみたいな形にするといいと思います、はい、で、次2つ目です。上げて腰が出すぎたシャンク、フェースシャンクの人、ちょっとミスモーションやっていきますね。バックスイング上げて腰が横にずれすぎてシャンク、こういうシャンクですね。もうちょっと軽くします、こういう感じ、はい、で、こういった方はまずどうすればいいかというと、腰の結局はですね、この回転が足らなくなってしまっているので、
回転をイメージするのがいいと思います。はい、でちょっとこっち来ていただいてよろしいでしょうか。ただやっぱ腰を回すっていうのは結構難しいですよね。でまずぜひやってもらいたいのが、スウェーしてしまう人は大体ですね、左のつま先が開いてないです。左のつま先が開いてないで、開くことによって左の股関節が後ろに動く動作がこう入りやすくなるので、まずは構えでですね、左のつま先を開いてみてください。まずそこから開いて、そうするとスウェーが少し入るんですけど、そこから今度は回転に変わるので、これもシャンクがちょっと治ってくる一つのポイントになってきます。で次、開いて構えますよね。で開いて構えて上げます。下ろすときに左のかかとをこっちに蹴ります。バックスイング上げてかかとをもう一回いきます。上げてここちょっとやってきますね。まずバックスイング上げた時にちょっとかかと上げといてもいいです。上げといてこっちにちょっとやります。でこの動きを入れると、これも横の動きじゃなくて回転の動きが入ってくるので、これも非常にいいと思います。まずは開く、左のつま先を開く。で次のステップはかかとを内側にする、回転が入ってくる。で3つ目、いいですか、これちょっと難しいんですけど、この2つができてからでいいです。バックスイング上げます、いいですか、左の足を後ろに下げる、で回す、もう一回いきます。バックスイング上げて左の足を半歩ぐらい後ろに下げてスイング、いきますね、上げて左の足を半歩下げてスイング。この時に左のつま先を開いていることは忘れないようにしましょう。左のつま先を開いておきましょう。じゃあ打ちます。バックスイング上げて左の足を下げて打つ、横の動作のシャンクが出ているので、腰をですね回すために足を下げます。ここから上げて下げて打つと。で基本的に腰を回すっていう動きはですね、クラブを立てたりフェースをかぶす動きが入ってくるので、これぜひ意識して回転を意識するといいと思います。3つのポイント、まず構えて左のつま先を開く、はい、これ1つ目、左のつま先を開いて、の腰が回しやすい、左の股関節が入りやすい。2つ目、左のつま先を開いている状態で左のかかとを内側に踏む、こう、こういう感じですね、内側に。これはさらに回転しやすい。3つ目、左のつま先を開いておいてバックスイングを上げて左足を後ろ引いて打つ、これも腰が回しやすい。ぜひ、練習場でこの3つのポイントをやってみてください。このこうですね、こういう風に横にスライドしちゃう人、
横にスライドしちゃう人はやってみてください。で、気をつけてほしいのが、あの回転がうまくできてる人はこれはやらないでください。あくまでも腰がスライドしてフェースが開くシャンクの人だけこれを試してみてください。はい、っていう形で終わりたいと思います。ありがとうございました。これであなたもスコアアップ。ボールは友達、翼ゴルフ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いっちゃっ。